各種ゴルフクラブクラブはゴルフにおいてボールを打つために使用される用具。ゴルフクラブとも呼ばれる。ゴルフをプレイする際、使用できるクラブの本数は1人14本までに制限されている。通常のクラブセットはウッドと呼ばれるクラブが3、4本、アイアンと呼ばれるクラブが8、9本、パターが1本の組み合わせが多い。各クラブはそれぞれ想定された飛距離を打ちやすく、 作られており、長いクラブで長距離を、短いクラブでは短い距離を狙う。通常、長いクラブほど扱いが難しくなる。ヘッドの打撃面である、クラブフェースと地面に対する垂直線からなる角度を、ロフト角といい、これが弾道の高さが決定する主な要因である。クラブはヘッド、シャフトおよびグリップの各部分から構成される。大きく、 ウッドとアイアンに区別されるが、アイアンとウッドの中間的特性を持つユーティリティと呼ばれるクラブも存在し、クラブのセッティングをゴルファーの特徴に合わせて多彩にしている。クラブには数字による番手が付けられているものがあるが、これらは番号が大きいほど短い距離を打つためにデザインされている。従来はヘッドはパーシモンなど木製が主流だったが、現在は ステンレスやチタン合金などのメタル製やカーボンファイバーとメタルの複合性にとって変わられた。金属製であっても故障はウッドである。1番ウッド飛距離が出るため長いコースでの第一弾に使用される。2番ウッド近年では使用する競技者は少ない。3番ウッド4番ウッド5番ウッド7番ウッド9番ウッド11番ウッド7番9番11番はショートウッドとも呼ぶ。 一番、ウッド以外を総称して、フェアウェイウッドとも呼ぶ。T からの使用に限らず、フェアウェイから使用することを意図されているクラブであり、ロングアイアンの代替となる。ユーティリティは、性能的、形状的に、ウッドとアイアンの中間にあるクラブである。クラブの長さは、アイアンの流れを組む。形状はアイアン型であったり、ウッド型であったりする。ヘッドの部分には、ある程度の厚みがあり、 近年ではウッドを小顔化したものが主流で、ラフ等悪い依頼からの抜けをより良くしたものが多い。アイアン型のものも少数であるが存在し、ヘッド肉厚を中空構造にしたり、ポケットキャビティ型にしたりと、一般的に難しいとされているロングアイアンの距離を簡単に打てるよう様々な工夫がなされているが総じて上級者向けのものが多い。日本においては、ハイブリッド、ユーティリティともに、 ユーティリティと称されるのが一般的だが、米国においては、ウッド型ユーティリティは、ハイブリッド、アイアン型をユーティリティと称するのが相場と言われている、ようである。クラブの内玉を当てる部分が鉄製だったため、アイアンと呼ばれるものを指す。外してシャフトへの取り付け部分となる、ホーゼルと呼ばれる筒状の部分と、ゴルフボールへの接触面となる薄い板状で、溝のあるフェイスメントで構成される。 クラブヘッドを持つ。ウッドクラブ同様数字で区分されるものの他に、ウェッジと呼ばれる比較的短距離用のクラブがある。名前の通りクラブヘッドはそのほとんどが金属で、製造コストと製品精度との兼ね合いから、プレス製法を用い旧来からの形状が受け継がれて、いたが、カーステン・ソルハイムが自身が開発したパターンの理論を応用し、フェース面の背面を切削することにより、 重心点付近の重量を周辺部へ配分したアイアンを製作したことにより変化が見られるようになる。後にキャビティと呼ばれるようになる。この構造は、球をフェース面上の重心点、いわゆる芯を多少はずれて捉えた場合においても、距離の損失及び方向性の安定が高く、なおかつ打球の上を容易とする構造は評価されたが、一個一個。 削り出す作業が製造コストを著しく増加させたため砂型に中鉄を流し込む鋳造製法が選択されることとなったこのような製法上の理由により欧米では伝承系である背面が平らかわずかな盛り上がりを持つマッスルバックアイアンは従来通り担造に向く鉄製が継続され一方新型キャビティバックアイアンは鋳造後も表面の腐食を防ぐ クロムメッキの必要がないスースコーの採用が一般的となり量産され、アマチュアゴルファーに広まった後、上級者、プロゴルファーにも波及した。日本においては、マッスルバックが上級者及び、プロゴルファーらが好む、手から伝わる、投げ生地の感触、いわゆる、打感重視で、軟鉄を、キャビティバックアイアンに採用した製品が生産されるようになった。欧米では、価格が障壁となり、 存在が難しかった。この組み合わせは、富裕層のほか高価格製品の購入をためらわない顧客には、問題なく受け入れられたと見え、一般的なアイアンとなっている。その後、ヘッドの低重心化、大型化などに伴うカーボンファイバーや、シタン合金などの素材の採用や、さらに、周辺重量配分を推し進めた、ボックスキャビティ構造などが登場している。 距離に合わせて1番アイアンから9番アイアンまである。4番よりも番手が若いアイアンをロングアイアンと呼ぶ。ただし、現代では、クラブのモデル、時代、ロフトによって様々であり4.5番からロングアイアンと呼ぶ場合もある。近年のゴルファーは、ロングアイアンを使用せず、代わりに使い方が優しいとされている、ウッドクラブやハイブリッド、ユーティリティクラブを、 クラブセットの中に加える傾向が強い。プロゴルファーの間でも1.2番アイアンはほとんど使われなくなっている。さらに3.4番アイアンにもその流れは波及してきている。日本の男子プロゴルファーで A 級シードを持つ片山慎吾はミドルアイアン以降をバックに入れたセッティングである。近年では女子ゴルファーにも7番アイアンからのセッティングが増えている。市販される。 アイアンセットも6番や7番からのモデルも増えている。理由としては、近年のストロングロフト化で打ちにくくなった、ミドルアイアンのアマチュアが打ちやすい、限界ロフト格を持った番手がこれに当たる。それよりも長い距離を打つ、適正番手は、ユーティリティ以降となる。一時、石川亮が使用していたバ番アイアンと言われるものは、実はアイアン型ユーティリティで、ヨネックス社が出していた、 ゼロアイアンである。0番アイアン自体は存在しない。ウッドほど一般に使用されないがアイアンにも、番手ごとに、以下のような名称がある。1アイドライビングアイアン2アイミッドアイアン3アイミッドマッシー4アイマッシーアイアン5アイマッシー6アイスペードマッシー7アイマッシー2ブリック8アイピッチング2ブリック9アイ2ブリック PW10 アイピッチングベージオー P S, S アプローチウェッジ SW サンドウェッジリングッド、ロブウェッジグリーン上ではパターと呼ばれるクラブを使用する。ボールを転がすことを目的としたクラブである。パターはストロークで打つことが他のクラブと違う特殊な点である。グリーン面の保護という観点から通常のアマチュアのラウンドではローカルルールにてグリーンでのパター以外の使用が規制されている。なお、 プロの試合等ではこの限りではない。ロフト角はあまり明記されることはないが3から4度が多く、シャフトは34インチ前後のものが多い。2000年頃からシャフトがドライバー並みに長い長尺パターが登場して、主にプロゴルファー等に愛用しているものがいた。体の一部をシャフトにつけてストロークするアンカリング規制が2016年に施行され、以降は通常パターに戻すプロが多く、 影を潜めつつある。アンカリングをしないで使い続けるプロもいるので一定の需要はあるようだが、アマチュアで使うものはあまりいないのが現状である。クラブに関しては近年ゴルフ用品メーカーの開発競争が激化した結果、ドライバーにおけるヘッドの大容量化やクラブフェースの反発係数の大幅な向上などが続いた。これによりボールの飛距離も飛躍的に向上し、 2000年代に入ると、ゴルフコース設計者が意図しなかったようなロングドライブが相次ぐようになったことから、クラブの開発に何らかの規制を設けるべきでは、との意見が、ゴルフ関係者の間でも強くなり、クラブ性能に対しても徐々に規制が設けられるようになっている。ドライバーについては、まずプロ競技において2003年より、クラブフェースの反発係数値の上限を 0.83? とすることが決定。アマチュアゴルファーに対する規制は地域によって姿勢が分かれ、アメリカ合衆国では、全米ゴルフ協会が2003年より、アマチュアについてもコルチの上限を0.83とした。一方で、イギリス、日本など、R&A 管轄下の国では規制開始を2008年からとした。なお、反発係数規制は、パター以外のすべてのクラブに適用されるとのことで、 アイアンにも一部コルチ規制に引っかかる製品が存在する。この他クラブのヘッド体積や長さについても規制が存在し、現在は USGAR&A どもにヘッド体積は最大 460cc、クラブ長は最長48インチを上限としている。ただし、一部のドライビングコンテストにおいては最長50インチまでのクラブの使用を認めている。 アイアンについても近年の開発の進展によりボールに対するスピン量が大きく増しているためスピン量の低減を主な目的に USGA と R&A では2010年からロフト角25度以上のクラブのフェーエースに刻まれている溝の構造について新たな規制を行うことを発表している。なおアマチュア競技については2014年から規制の対象となり 一般のゴルファーは2024年まで規制前のクラブを使用することが認められる。一方で以前と比べ規制が緩和されている部分もある。その一つが、クラブの調整機能に関するもので、以前から認められていた、クラブヘッドのウェイと位置の調整に加え、2008年からは、クラブのロフト角、ライ角、フェースアングルなどをゴルファーが自分で調整できる機能を、 搭載したクラブの発売が認められるようになった。現在テイラーメイドゴルフ社を先駆けに大手クラブメーカーの多くがこれらの調整機能付きクラブが発売しているが基本的には専用工具を用いてクラブヘッドとシャフトを分離して調整が行えるタイプのものが多い。テイラーメイドではこの調整機能を発展させた形で使用により摩耗した。 クラブフェイス部分のみを交換できるようにした製品も一時販売していた。主に大手企業地、クラブメーカーと呼ばれる中小企業や零細企業のクラブメーカーも多数存在し、近年ではこれらの企業のクラブの特色も注目され人気があり存在感を出している。主に量販店よりも地域に密着したゴルフ工房で販売される。主に シャフトとの組み合わせはオーナーによるオーダーメイドで作られる傾向が強い。吊るしで主に売られている大手メーカーのものに比べ、マークダウンされることが少ないので、中古市場等に出回っても、比較的高値で取引される傾向がある。ありがとうございます。